ちは。こんにちは、豊さん。はい。はい、いつも通り、また振り返りをしていきたいんですけれども、その前に、また一つちょっとニュースが入ってきまして。ニュースが入ってきたね。はい。侍ジャパン、はい、追加招集が決定しまして、はい、追加招集決定、菅野投手が、はい、抜けた穴をね、ということで誰になるかといったら日本ハムのルーキー、はい、新人の伊藤大海、はい、ね、ドラフト1位で交流戦で3勝防御率が 0.90 で、まあ、2冠に輝いたと。で今シーズンの成績は6勝してて、はい、防御率が 2.65。 このピッチャーはとにかくまっすぐがいい。本当にフォーシームが綺麗な回転するから、はい、まっすぐではこう空振りも取れるし、はい、ファールでカウントを稼げるという。それと、まあ、スライダーだとか、はい、まあ、スライダー、カーブ、カット、ツーシーム、はい、こういったボールを持ってるんだけど、はい、どのボールでも精度よく勝負ができる。素晴らしいピッチャーだよね。だから日本ハムの中で6勝してるっていうのはやっぱ大差もんだよ。やっぱチームが低迷する中でさ、なんかこう一人で頑張ってるということで、セリーグ相手にも 0.90 だよ防御率が。だからああいい人に目をつけたなという。でルーキーだし、はい、栗林がルーキーでいるでしょ、はい、広島のね、はい、まあそれとそれのなんかこう友達みたいな、お互いにね、心強いですよね。そう、心強いと思うよ。やっぱこう、次のね、日本を背負っていけるような、はい、そういう投手だけに、なんか、俺もこう見てて、すごい、ああ、いいピッチャーだなと思うような感じのピッチャーだけに、はい、まあ、期待してます。はい、これで落ち着くといいね。そうですね。侍ジャパンもね。はい、はい。じゃあ、若い戦力が加わったということで、はい、では、いきますか。いつも通り振り返り行ってみたいと思います、はい、課題と対策ね。はい、これ前回に、豊さんが言っていたものをそのまま書いていて、はい、でそれをちょっと今回試合結果が出て、うん、赤く丸で囲んでるところが勝ち越したチーム、ね、はい、で DeNA と巨人は、まあ、雨で流れて、そうですね、一勝一敗だったんだよね、はい、まあ振り返るよ。はい、お願いします。DeNA の方は先発と外国人、はい、先発はすごく頑張ったんだけど、はい、ちょっと外国人が締めっぽかったんだよね、今回。だからあんまり議論しなくて、まあ勝てるチャンスは十分あったんだけど、はい、まあ1勝1敗。でも DeNA の方はさ、8連敗してて、でやっと勝てたということで、はい、これからちょっと流れが巨人戦に関しては変わってくるかなっていうふうに、12戦目でやっと勝ったというね、今シーズン初勝利おめでとうということで、はい、巨人は戦略戦術、これは全く戦略戦術っていうのが取れないようなゲーム展開だった。勝った試合はそれは何でかっていうと、まあ巨人らしい勝ち方なんだけどさ、はい、やっぱ3本のホームランで勝ったという、何の手も打てないという。あ、ただ2戦目負けた試合は、はい、ちょっと変な動き方をして、はい、ちょっと墓穴を掘ったというね。うん、まあそういうところも見られた巨人、まあ戦略と戦術って言ってたけどもはまらないから、ちょっとうまく、うん、いかなかったから一勝一敗になったかなという。うん、はい、で中日ヤクルト、はい、で固定って言ったんだけどさ、はい、もう我慢しきれなくなったね。固定しなくなった。はい、例えば大島を3番に入れたりだとか、うん、俺は我慢が必要だと思うんだけど中日は、はい、で我慢しきれずに大島を3番に変えたりだとか、高橋周平を下位打線に置いたりだとか、やっぱこうどうやったら打てるのかっていう、なんか非常に悩みが深い、ちょっと迷走中な感じですか。まあまあそうだね、うん、だからやっぱここら辺はもうしっかり我慢するっていうことがすごく大切かなと思ったよね、うん、っていうのはまあ固定してそのまんまで行ってみて結果を待つという感じですか。まあそうだね、うん、で選手の層もさ、そんなに厚いわけじゃないからさ、はい、変えたところでまた変えなきゃいけないっていうことになるんだよね。でヤクルト祭り、はい、まあ祭りだよ、はい、でも阪神巨人とさ、巨人阪神と戦ってきて、はい、やっぱここ勝負だったと思うんだけど、2勝してね負けなかったということは、やっぱこうもう一回浮上するチャンスが訪れたなという、うん、よく頑張ったな、中日相手に頑張ったなっていう風な戦い方だったよね、はい、で広島阪神、はい、で広島はバッテリーって言ってたんだけど、はい、まあ良くなってきてる、うん、少しずつ。この1個前は扇の要でキャッチャーの話があって、そうで今回はもうそれを含めてバッテリー、まあそうだね、じゃないかなっていうところで、うん、で石原っていうのが、はい、結構マスクをかぶったんだけど、うん、その代わりに坂倉っていうのが、はい、キャッチャーがね、ファーストやった、はい、ファーストの守備で足引っ張ってんだよ。
なんかそういったことも前回も話がありましたよね。でももうそれを取り戻すだけのバッティングをしてくれたから、うん、そうですね、まあ、それで OK ではないんだけども、はい、まあまあ広島らしい野球ができるようになってきたね。で阪神広、はい、1戦目に佐藤サンズ、うん、中野、はい、そこがこれ休ませた、はい、これは正解と思ったんだよね、はい、でルーキーの伊藤が投げてる時に矢野監督が自ら言ってお前に任したと、うんね、そういう言葉ってすごく大事だと思うんだよね、はい、で俺も経験あるんだけど内野手でね守ってていつもコーチが来るよりも、うん、監督が来るとさ、はい、来るまでどうしたんだって、うん、どうするんだっていうようななんか緊張感が走るというか、うん、はい、でもそこで矢野監督がルーキーのねピッチャーにお前に任したとねお前に託すからって言ってくれたのが力になると思うよ、うん、だから本当だったら3連敗してるかもわかんないのに、はい、まあ一生拾えたということは疲労の中ねよく戦ったと思う、うん、ただ佐藤の状態があんまり良くないね、うん、うん、まあそういうセリーグだ、はい、で西武オリックス相手に強みを出せオリックスの投手陣なかなか打てませんよ、はい、3連敗した、はい、強みって何かって言ったら西武の強みはまあ長打力っていうこともあるんだけども、はい、なかなかオリックスのピッチャーから長打を打てない足を絡めようと思ってた、ね、はい、足も使えなかったあんまりね、だから結局ランナーにあんまり出なかったということで、うん、だからまあ負けたんだけどさ、はい、でオリックスの方は後期到来西武に勝つことになるとこの争ってるソフトバンクが楽天が状態があんまり良くないんでここで勝っとけば差が開くよ言った通り、うん、2位とのゲーム差を4にした、はい、やっぱすごいよねオリックスの集中力は、まあ、その中でやっぱ福田っていう1番バッターがものすごく機能してる、はい、打線を引っ張ってる、はい、まあ、もちろんクリーンアップっていうのは吉田正尚をはじめ素晴らしいメンバーが揃ってるからね、うん、はい、なんか勢いが続きそうだ、うん、で日本ハムソフトバンク若手やっぱりね日本ハムはねもうちょっと教えなきゃいけない野球を、うん、それとそういうところに来てますかもうとにかくここでセーフティーバントやるだろうなっていう予測が全く守っててないそれはやっぱり経験っていうところもありますかそうそうそう経験が大きい、はい、だから何を教えなきゃいけないかって言ったらそういう感じさせることを教えなきゃいけない、うん、ということはコーチなんでコーチがぼーっとしてんじゃないかと思って、はい、で若手がそれじゃ育たないよって、うん、でソフトバンクの2戦目なんかはさもうなんかバットを思いっきり振るんじゃなくてあ当たっちゃったっていうようなバッティングが目立ったんだよね若手に、うん、それじゃダメだよってせっかく使ってもらってんだからもう全力で三振でもいいから振ってこいそういう感じの姿が日本ハムに欲しいということと、うん、やっぱもう少し基本を大事にした方がいいな、うん例えば投手のカバーリング、はい、全くいけてないともうそういうことではもう野球になんないし、うん、日本ハムもっと頑張らないと本当みんなでこう力を合わせて頑張る、はいね、そういう姿になってほしいと思う、うん、でソフトバンク、はい、逆方向今宮が逆方向行ってタイムリー打ったように、はい、特に右バッターが逆方向を打てって言ってたんだけど、はい真砂っていう選手も右方向に打ってヒットを打ったし、はい、まあ、徐々に上がってきてるただ相手が日本ハムだっただけに勝たせてくれたっていう嫌いもあるのね、うん、だから、まあ、次のカードがちょっと楽しみだなっていう、うん、はい、でロッテ楽天はい、まあ、緻密ね緻密帰ってきました福田藤原がはい、この2人の勢いがやっぱ楽天をやっつけたと言ってもいいぐらいに、うん、非常に機能したこうなんかチームの雰囲気もちょっと変わる活気づいて変わる感じですよね変わる、うん、だからそのなんか非常に乗ってきてるというかねそんな感じがします、うんね、だけど送りバントスクイーズ失敗したことを忘れちゃいけませんよはい、ね、で楽天、はい、ミスと走塁うん、もうロッテに圧倒されてる、うん、で投手陣が踏ん張りが効かなくなっただから住谷をトレードで取ったこれはどうなりますかねいや流れは変わると思う、うん、はいやっぱ楽天の投手陣たちはやっぱ住谷が被るっていうだけでやっぱ多少雰囲気は変わると思うよだからまあそれに期待かなというふうに、はい、でミスと走塁、はい、まあ、ミスも出たし、まあ、走塁という意味ではねそんなにミスは出なかったんだけど、はい、ロッテの状態が良すぎたといういや違うな実力が出てきた、うん、そんな感じがするはいさて次のこういう流れからのこうなります次の
はい、課題、はい、いきますよ、はい、巨人、次はつながり、はい、これ何がつながりかというとさ、はい、DeNA2 戦でタイムリーが1本も出てないんだよ。でホームランしか出てないという、はい、そうです。あとは高橋のスクイズ。やっぱ巨人の野球ってホームランなんだけどさ、はい、やっぱタイムリーが出ないとやっぱ試合が重くなるね。それとなかなかこう点になってこないというね、はい、まあ、そういうことが言えるし、やっぱつながりを意識してほしいなっていうふうに思う。で中日の投手陣っていいし、はい、なかなかホームランは打たせてくれないかもわからないから、やっぱタイムリー、つながりということをちょっと意識してほしいなという、はい、じゃあもうこれ打線の方ですね。そうだね、はい、まあ投手陣はそこそこ投げるんだ、うん、で中日、はい、瞑想ちょっとついに瞑想ちょっとね迷いに入ってる、はい、だからここはもう腹据えてこれでいくっていうことで、はい、まあオールスターまでやった方がいいのかなっていう感じがするよね、はい、だから中日はあんまり迷わないということ、はい、ベンチが迷ったら、はい、選手たちも迷うから、はい、これは瞑想はそっちの瞑想、迷い走るじゃなくて、まあこれは瞑想というのはこの瞑想か、はい、これ走るだね迷って走る方ですね、おそらく。まあまあでもこれでもいいんだ、やっぱ瞑想法をするぐらいの感じでもう腹決めろってそっちでいいですか。もうこっちでいい。いやちょっと横に迷う走るも書いておきますか。うん、そうだね、はい、後でね、後ででヤクルト、はい、挑戦、はい、この挑戦というのは巨人阪神戦で、ね、1勝しかできなかった、で中日で頑張った阪神をやっつけることによってまた優勝への挑戦権が得られるという、はい、だからここはもう死に物狂いで頑張らなきゃいけないという、はい、ね、で阪神は相当な意気込みで来るからね、はい、もうここぞとばかり、そうそう、はい、阪神は応戦しなきゃダメで、阪神はまあ、サンズを4番にしたり、はい、マルテを4番にしていろいろしてるけど9連戦なんだよ阪神って、はい、もう一度戻した方がいい最初に、うーん俺はそう思う、はい、うん、で大山も調子が悪い調子が悪いっつってもある程度戻ってきてる、うん、徐々に、はい、で佐藤の状態が悪い、はい、そしたらあの快進撃を続けた近本糸原、マルテ、大山、サンズ、佐藤、梅野で行った方がいいと、うん、もう一度やっぱり初心に帰った方がいいと、はい、もうね、ここでね、バタバタしない方がいい、そうすることでまた調子が上がってくるっていうことはありますよね、可能性がある、あの流れが一番良かった、はい、やっぱ佐藤が打ち出しただけにやっぱ上に上げろ、上に上げろっていう声が大きいんだよね、はい、うん、でもあれだけ三振するんだったらやっぱまだ6番に置いといた方がいい、うん、はい、広島 DeNA、はい、広島は野手の状態が上がってきてる、3人の外国人って書いたのはフランスは、はい、フランスはコルニエル、コルニエル、バード、バード、はい、この3人の外国人で中継ぎを結成させる、はい、固める、で栗林、はい、一番最後が、うん、そしたら先発ピッチャーが6回まででいい、6回全力でいけって、そしたら広島の投手陣、先発投手陣は立ち直るかも、だからこの外国人の3人の中継ぎを確立させるっていうこと、このゲームで、なるほど、うん、で DeNA、はい、良くなってきてるし、はい、力も発揮してきてる、うん、あとは先発ピッチャーだよ、で上茶谷がおそらく DeNA の方は使ってくると思うんだけど、はい、上茶谷頑張れと、お前が頑張ったら大抜きとか良くなってきてるしね、うん、上茶谷が1枚加わることによって非常に楽になる DeNA、はい、だから先発の上茶谷、ね、1回雨で飛んだけど、うん、頑張れと、はい、ね、でパ・リーグロッテ充実、はい、何ですか今ね一番いい時期だチームが、あチームが、はい、でオールスターまで突っ走れる、ね、それだけの体制が整った、だから今逃したら器用ロッテは浮上してこないよ、うん、今がもう今シーズンの一番の充実かもわかんない、だから頑張ってほしい、でソフトバンクこれは納得、はい、これね日本ハムとの2戦、はい、連勝はしたんだけどさ、うん、そんなに納得のいく内容ではないんだよね、はい、勝つには勝ったけどなんかモヤっとしてるんだよ、うん、例えば送りバント3回失敗しても勝ったとかさ、うん、そういうことなの、そしたら勝ちに納得ができないんだよね、うん、もうなんか手応えがない勝ちですかね、うん、これで勝っていいのっていうような感じの内容なんだよ、うん、はい、
だからここではやっぱ納得の得られる、よし今日は勝ったみたいな、そういう納得がないと続かないよってソフトバンクは。だからまあ細かい作業もそうだけど、やっぱ納得する勝ち方をしてほしいなと思うね、はい、うん、はい、でオリックス一気加勢、ここ行けと、もうここがここが正念場、はい、ここで勝ち越すようなことがあるともう少し楽になる、はい、ね、で勢いも出てくる、うん、もう一気加勢に攻め上げろで楽天、はい、もうここしかない、住谷効果、ね、次の対戦では一番って言ってもいいぐらい注目ですよね。住谷がどんな効果を表してくれるのか、はい、それによってオリックスを止められるのか、うん、ここが面白いと思う。そうですね、もう首位のオリックスと当たる、うん、そうそうそう、そこで住谷選手の効果はいかにということですね。で最後日本ハムと西武は、日本ハムは基本に戻れと、はい、すごく幼稚に見えるかもわからないけど、やっぱりチームが若返ろうとしてるから、やっぱこの基本っていうのをベースにやっぱチームを作り上げて頑張ってもらいたいなと思うね、うん、はい、で伊藤大海もさ、日本ハム低迷のところからさ、うん、ジャパンに選ばれていくわけだから、はい、ね、だからもっと頑張ると、ね、で西武再挑戦、これは再挑戦というのはオリックスに3連敗したよね、はい、で日本ハムはやっぱ弱ってるチームだよ。ここで3連勝したらもう一度上をうかがえるようになる。ここに負け越すようなことがあると上は伺えなくなる。優勝とか A クラスだとかそういうのがすごく遠のく。だからこの3連戦っていうのはすごく大事だよ、うん、だから頑張ってほしい。だから再挑戦、はい、もう一度トライしろと、浮上するための、うん、だから5割にいけるから、はい、ね、5割にいかないともう優勝なんていうのは言っても笑われちゃうから、はい、だから再挑戦ね。まあそういうことで、はい、振り返りと次の対戦課題と対策を話をしてきたけども、はい、どうなるかね。住谷効果、まあこれ見どころがたくさんだよね、やっぱりね、はい、どんどん見どころが増えてきますよね。ヤクルトがどういう苦手な阪神に対してどんな戦い方を挑むか、住谷がどういう働きをするか、それを嘲笑うかのように、ね、快進撃を続けるのか、はい、楽しみです、はい、ね、はい。